はいみなさんこんにちは今回の授業からですね空間における平面の方程式の話をしていきます、えー、まず空間における平面の方程式と言ってもいきなり難しいものではなく一番一番優しい平面の方程式から話を進めていきますはいまずね今回考える平面は座標軸に垂直な 平面の方程式です。座標軸に垂直な平面の方程式ね。今ね、まずこの図を先に見てください。x、O を原点とし、x 軸、y 軸、そして z 軸が描き込んであります。そしてこの z 軸上にメモリ C が赤で打ち込んであります。赤でメモリ C が打ち込んであります。いいね。そしてね、今。 考える平面。一番先に考える平面はね、z 軸上の点、z 軸上の点というのは x 座標はゼロです。y 座標もゼロなんです。z 座標が具体的にあるんです。z 軸上にメモリ c を打ち込んだこの点はゼロゼロ c と呼ばれるわけですね。この点は x 座標がゼロ、そして y 座標もゼロ、z 座標だけが c。 この点がゼロゼロ c なんです。はい、じゃあここを読み上げていきます。点ゼロゼロ c ね、点ゼロゼロ c、ゼロゼロ c っていうのは今ゆっくりと説明したよね。y 軸上にあるメモリが c の点、z 軸上にあるメモリが c の点が座標で読むとゼロゼロ c なんです。点ゼロゼロ c を通り z 軸に 垂直な平面の方程式を求めてるんですちょっとねあのそれほどうまい絵ではないんですけどもここに書いてある黄色の平面がね黄色の平面が Z 軸に垂直ここ直角マークつ,ついてるよね赤で直角マークついてるね Z, に Z 軸に垂直でそしてこの赤い点 00c を通る平面。 この黄色い平面が点ゼロゼロ c を通り z 軸に垂直な平面のイメージ図ですね。イメージできたかな大体この黄色い平面の方程式はどうなの？この黄色い平面の方程式はどんなもの？どうになるのっていうことを考えていきたいわけ。この黄色の平面の方程式はね、はい、z イコール c で与えられるんです。 ここに描き込んだ黄色の平面の方程式は z イコール c で与えられるんですえ、なんで z イコール c なのっていう疑問点も出てくるよねじゃあその疑問点を説明いたしますはい、この黄色い平面上にはいくつもの点があります今ね、黄色い平面ね z 軸に垂直で点 00c を通ってるわけね。この黄色い平面上の点をいくつかねぼち,ぼち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 と打ってみたわけ この黄色い点々が考えている平面上の点とします。この時にね、ここに出てきている黄色い点たちね、黄色い点たち、いくつか一、二、三、四、五個くらい書いたんだけど、この黄色い点の Z 座標は全部 C になってるでしょ。ここの黄色い点の人差し指で指していくね。この黄色い点の Z 座標は間違いなく C ですね。ここにある黄色い点の Z 座標も C ね。 はいここにある黄色い点の Z 座標も C ここにある黄色い点の Z 座標も C ここにある黄色い点の Z 座標も C なんですそうこの平面上の点は Z 座標だけはいつでも C なんです X 座標や Y 座標はいろいろな値さまざまな値を取っていますそうこの平面上の点の Z 座標だけは C だから平面の方程式が Z イコール C と与えられるんです理解できましたか 言ってることはね、大したことないの。点ゼロゼロ c を通り z 軸に垂直な平面はこんなものですよって、この平面上の点はすべて z 座標が c になってるから、平面の方程式として z イコール c になるんですよって話なんですね。はい、今はね、この黄色い平面のこの黄色,黄色い平面についての説明だったわけ。でも他にもこういうのもあるわけよ。点 a を通り、X、軸に垂直な平面の方程式はどうなるかちょっとね、X、軸上にメモリ A をここに入れておきました赤い点が打ってありますねこれがメモリ A ねこれは座標で読むと点の座標で読むと A00 なんです。A00 ね A00A00 を通り、X、軸に垂直な平面というのは大体これと同じようなイメージになるわけです。 そしてその方程式はどうなるかね。この場合には x イコール a なんです。あと一つ。点ゼロ b 零、点ゼロ b 零とはこの点ね。点ゼロ b 零を通り y 軸に垂直な平面とはどうなるか。点ゼロ b 零を通り y 軸に垂直な平面の場合には y イコール b になるんです。はい。法則性がありましたよね。z 軸に垂直でゼロゼロ c を通れば z イコール c。 x 軸に x 軸に垂直で a ゼロゼロを通れば平面は x イコールでそして y 軸に垂直で点ゼロ b ゼロを通れば y イコール b ねはいイメージとしてはこれ z 軸のところで描いてるけども x 軸にしても z 軸にしても同じようなことが成り立つわけです今日はこの簡単な平面の方程式の読み取りができるかどうかを試していきます。 では早速例題に入っていきますよ。はい、例題を確認していきましょうね。点三二マイナス一を通り x 軸に垂直な平面の方程式を求めようです。この問題文を読んであれ話が違うんじゃないのっていうイメージを持ってるでしょう。はい、オープニングのところはね確か。 点ゼロゼロ c を通り z 軸に垂直な平面だったら z イコール c なんて話をしてきたんですよね。そう一般的な点なんですよね。そして今考えているのは x 軸に垂直な平面。はい、こういうふうな問題をうまく解くためには図を描く、デフォルメした図を描くことができるというわけ。まずね、この平面を描いていますね。どういうふうに描くか。平面を一番見やすい状態で描く。 こんな平行四辺形を書いてあげるんですよ。立体図形をね、うまく表すときに平面を平行四辺形の状態で書くわけ。今書いている平面は。X. 軸に垂直なわけ。X. 軸ね。X. 軸に垂直ということは。X. 軸がここら辺にね。こういうふうに垂直に、鉛直方向に。立ち上がってるんです。こうなってるんですよ。 X 軸に垂直ですからそれを表現するために直角マークをつけておきますはいちょっと影になったかもしれないけども平面を平行四辺形状態で描くそして平面に対して X 軸は垂直,方垂直であるから縁直方向ね縦方向というべきかなそれに X 軸を書き込むわけそして直角マークをつけた。 そうすると問題で言ってる平面が見やすい状態で描けたんです。こうやって図形をデフォルメして描くっていうことも大事なんです。さてこの平面はこの平面はどんな点を通過しているのか。この平面は点三二マイナス一を通ってるんです。平面上に黄色い点を打ち込みましたね。この黄色い点が 三二マイナス一なんです。はい、これで問題文の言っている事柄が図になったんです。平面は三二マイナス一を通った状態で描かれている。そして平面は x 軸に垂直に口だしになっている。はい、この問題は何を求めたらいいかここなんですね。平面と x 軸の交点である。 平面と x 軸の交点である今人差し指で指しています。そう、この x 軸上の赤い点で示されたメモリがいくつかを読み取るんです。平面と x 軸の交点である。この赤い点のメモリはいくつなのってことの？いくつなのってこと？さあ、それはどこに書いてあるんでしょうか？ここなんですね。考えてごらんなさい。この点の x 座標は3ですよね？ この点の x 座標は3ですよね。ということはこの x 軸上の目盛り赤い点が示す目盛りが実は3になるわけです。はっきり見えたかなちょっと3がうん見にくいからはっきりと見えやすいように書いてみましょう。これで見えるかなこの点の x 座標が3ということは。 X 軸上のこの赤い点の目盛りが3だということだよねはい。この問題の意味わかりましたこの問題のテーマわかりました X 軸に垂直に串刺しになっている平面のここの交わってる点の目盛りはいくつなのを読み取る問題それが通過する点の X 座標から読み取れたわけですはい。そうするとオープニングのところで説明したオープニングのポイントで説明したのと同じ状態になったでしょう 三ゼロゼロを通り x 軸に垂直な平面になってますね。三ゼロゼロを通り x 軸に垂直な平面ですから、求める答えは x イコール三が求める答えになるわけです。このように図をデフォルメして描いていい、見やすい図で図形を捉えるってことも大事なわけです。はい、では例題の解説はこれで終わりとします。 はい、練習問題を確認していきましょう。点一、二、三を通り。X. Z. 平面に平行な平面の方程式を求めよ。あれ、ちょっと違うよね。オープニングのところで話をしたのは。Z. 軸に垂直な平面とか。X. 軸に垂直な平面。Y. 軸に垂直な平面だったの。今回 X. Z. 平面に平行な平面。 ちょっとこの文章は、ね、読み取れるかな赤波線引きました XZ 平面に平行ね。XZ 平面に平行というのは言葉の言い換えだったんです本当はこれ XZ 平面に平行な平面という言葉遣いは実は Y 軸 に垂直、Y 軸に垂直な平面なんです Y 軸に垂直な平面ねえ、なんで Y 軸に垂直な平面になるのって疑問点が出てくるよねじゃあその疑問点を解消しましょうデフォルメした図を書くんです 今これからね Y 軸に垂直な平面書いて XZ 平面書いていきますねまず平面を描きやすく平行四辺形のような状態で描きました平面をねそしてこれから座標軸を入れていきます Y 軸ね Y 軸に対して垂直な平面ね。Y 軸に対して口差しになって垂直ね。でも問題文は XZ 平平面に平行と書いてあるんですその時にねこういうふうな書き方ができるといいのよ。はい。 デフォルメしたんです Y 軸を円直方向ね縦方向に取ったわけそして X 軸 Z 軸を取ったわけはい、今ね赤波線は XZ 平面に平行な平面今ここに描いたのね私が描いたのは Y 軸に垂直な平面なのよく見てて XZ 平面ってこの下にある座標平面ね xz 平面と黄色い平面垂直になってるでしょう。そう、z 軸に対して黄色い平面垂直に屈折しになってるよね。当然 xz 平面も y 軸に対して垂直に屈折しになってるでしょう。何しろここはさ、座標軸なんだから直角直角がこうついてるはずでしょ。直角直角はね、はい。そうすると、はい、y 軸に垂直な平面が実は xz 平面に垂直なんです。 高校の教科書にはこちらで説明してある教科書もあるんです座標平面に平行な平面座標平面に平行な平面ねこれは座標軸に垂直な平面というふうに読み替えることができるわけこちらの方がイメージしやすいね座標軸に垂直な平面ねイメージできるよね両方の文章が理解できるようにしてくださいそして通過点は 1, 2, この平面の通過点は一二三なんですね。y 軸上のこのメモリはいくつなんでしょうってことなんです。y 軸上の y 軸と平面が交わっている。y 軸と平面が交わっているこの y 軸上のメモリはいくつなのって。この点の y 座標いくつ。二ですよね。y 座標は二ですよね。もう一回やるよ。この点の y 座標は二ですよね。だったらここの。 Y 軸上の赤い点の目盛りは2になりますよねここが2だから2なんですよって求める平面は平面の方程式は Y 軸に垂直でここの目盛りが2だから Y イコール2になるわけですはいこのようなデフォルメしたイメージ図が描けることが こののの平面の方程式の読み取りにつながったわけですいいですか、このように空間の図形をデフォルメしてイメージできるようにしといてくださいこれも数学 B の図形の重要な勉強になってるわけですでは練習問題の解説はここまでとしますね。はい、今日のの授業ままとめを軽くしておきます今回学習したのは座標軸に垂直な平面です。 そして教科書に載っかっている問題というのはその平面の通過点の座標が一般的な形で与えられます。与えられた点からこのメモリね、えー、平面と座標軸が垂直に交わっているこの赤い点のメモリを与えられた座標から読み取るそれが今回の学習のテーマです。そしてて座標軸にに垂直な平面といいう言葉遣いはは高校の教科書によっては 座標平面に平行な平面と書いて解説してあるものもありますからそこら辺はしっかりと把握しておいてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした